皆さんこんにちは。今日はすっごく嬉しいことがありました。実はじゃあこの水差しの蓋がさっき上がったんですね。見えますか？昨日の夜だったか夜中だったか、 YouTube の編集に夢中になってたら1015度で30分キープしなければいけない釜を手動で1040度ぐらいまでピューンって上がっちゃってしまいました。そしたら温度が高くなりすぎて面白い色になりました。この色なんかヨーロッパの川の流れのような色に私には見えるんですけど、うちの裏の合谷川、実は常日頃からドイツかどっかのヨーロッパの川のローレライが住んでいるっていうふうに密かに言ってるんですね。不思議な色です。温度上がってなんか良かったような嬉しいような、今日もいいことありました。もう一つ上がりました。これはちっちゃいというか茶碗で大きい小鉢です。初物です。それから試験ピース、まだまだ試験してる緑色です。なかなか際色はまたいできませんというのは小松弁で、コントロールできませんというのが標準語ですかよくわからないんですが、うまくいきません。試験は続きます。チャレンジチャレンジ、頑張ろう。イエーイ。